じゃじゃん、ここが何ですか、歓喜の日、はい、ということで今日で羊さんと別れてるんだね。悲しい、もっと一緒にいたかもね、また見ましょうかもね。ということで歓喜はもちろん、あのジブ、あ、歓喜はもちろん、もうそうだよと羊さん、はい、ということでね、今日は歓喜の日ということで、歓喜の日、歓喜の日、いやー、やっぱ歓喜の日いいですよね。入れ替えたいとか、いいですか、まあまあね、常に新鮮な空気をね、でも今日で羊さんの最後なんで、あーそっか、ほんと悲しいですよ、羊さんを歓喜するみたいな思われたくないですね。そういうことじゃないんだってことを伝えたい、俺は別に羊さんを入れ替えたいってことで歓喜の日やるわけじゃないんでね、言わなくていいよ。まあ最後はね、やっぱ一番好評だったもうそれとやろうかなと思います。はい、ではね、歓喜ね、歓喜してほしいですよね、羊さんと松田さんに、皆さん。なんでそんな最後の動画なんか、今日最後の動画なんだ、考えてるじゃん、喋ってあとのことを覚えてる。でも渡辺さんがどっかでコラボできたら嬉しいですね。そうですね、そうですね、なんか本当にすごい好評なんで、ね、やれたら嬉しいなと思います。じゃあ最後妄想でいきましょう。妄想でと、いつもありがとう。あ、今日何の日か知ってる？換気の日なんだって。だから2年ぶりに換気しようと思うんだ。じゃあ開けるね。あれ、バーカ。いつもありがとう。知ってる？今日は換気の日なんだって。換気ってさ、部屋の空気を新しい空気と取り替えることだよね。だから思ったんだよね、俺たち二人の間にも新しい風吹き込んでいこうかなって。それじゃあ行くよ。バーカバーカ